はい、どうも、こうよです。で、今回なんですけど、今ね、絶賛フェス中でございますね。鶏対卵。で、自分はね、鶏なんですけど、で、今回、生配信で実は僕、結構フェスの配信を1時間半ぐらい結構やったんですかな。やったんですかなって、言葉がね、おかしくなったんですけど、で、まあ結構やってカリスマまで行きました。でね、誠永遠だっけ、確か。で、今回のね、動画は、なんだっけな、やべ、めっちゃいいの忘れた。なんだっけ、あ、そうだった。永遠に行くまで終われませんをやりたいと思います。なんで、とりあえずもう、永遠になるまでは、フェスな、この世をやめられないってことですね。とりあえずやっていきましょう。ね、多分ノーカットでやっていきますね。僕の場合、多分。1時間以上の、動画を編集するのはだるいと思うんで。だから、ね、これを負けたらプレミア公開にして、するかもしれないですね。なんか結構長い動画あってプレミア公開にすると結構なんか本当に生配信感出ていいじゃないですか。まあちょっとコメントが読めないのはすごい残念ですけど、もしかしたらね、時間があったら僕もそのプレミア公開のやつ覗きに、コメント覗きに行って、もしかしたら返事するかもしれないんですけど、まあその時はその時ですね。いやー、そうか、そうだな。なんか今は一応夜中に撮ってるんですけど、なるべく早めに行きたいところ、てか今のうちにやばいの、飲み物取っておかないと。あーでも、あと残り30秒からやめとこう。結構これで始まっちゃってさ、味方に迷惑かけるのは一番まずいからな。よし。いやー、永遠いけるかなあまりにも時間がちょっとやばかったらもう終わっちゃうけどさ、途中で。てかマッチング遅っ。うん、来るか。嘘でしょ、マジで言ってる。ちょっと待って、これさ、企画倒れあるよ。人が集まらなさすぎて。ちょっと待ってよ、待ってよ、さすがにそれはねえぞ。待って、ただでさえ時間がないのに。あ、OKOKOK、 あとは敵が来るだけだ。よし、オッケー。ちゃんと卵来たね。なんかたまにさ、ほら、同じチームで作るやん。だからそれはね、ちょっとね、あんまり好きじゃないんだよね。普通に、ちゃんとした敵と戦いたい。ちゃんとした敵っていうのもね、あれだけど、そう、ちゃんとした、その、ちゃんと敵チームと戦いたい。鶏軍、卵軍か。卵軍とね。よし、さあ、お願いします。じゃあやっていきましょう。今回のステージはあれか。アマともう一つ何だったっけ、全然見てなかった。いや、今日ね、生配信で初めてあれですよ、来たんですよ、10倍マッチ。前回の初フェスで、10倍と100倍どっちも来なかったんですよ、1回も。すごい悲しくて、で、本当に嬉しかったですよね。ああやって来るんだと思って。急にインクが塗られてね、10倍とかなって、速報みたいな感じで。よいしょ。待て、やばい、全然倒せない。やっぱさ、ほら、普通の縄張りと違ってね、いっぱい、その、なんだろう、始めたての人がね、いっぱい来るってわけじゃないからさ、そこはちょっとミソだな。特にこの弱い俺にとっては。よいしょ。おー、まだで。あ、終わった。今のも進んだ。きついなぁ。よし。よし。オッケー。これ倒せるで。嘘だろ、マジかよ。おぉ、待って、大丈夫か。オッケー。ちょっと無理やり感があったけど。オッケー、よし。横っ腹をね、打ち砕いていく。あ、そう。そうか、これ透明なガラスだと忘れてた。きついねー。うん。よし。とりあえず、なるべくね、勝ちたいからね、経験値もらうために。うわー、ちょっと後ろがきつい。
あーこれちょっと勝てそうにないね。まあ結構残り50秒で一気に追い上げるってこと結構あるからさ、まだわからないけど、ちょっとこれは無理そうだね。嘘、マジか。え、これ味方落ちてる、もしかして。なんかすごいやけにさ、全然何もできないよね、このチーム。あ、落ちてますね、これ落ちてますわ、やっぱり。やけになんか攻め込まれるなと思った。嘘、あぶねーけど、やられたいやーちょっと厳しいな、これは。さすがに人数差的に。ちょっと寝る時間までに終わらせたい、どうしても。うん、うん、おー全然上がんないまあ、とりあえずもう誠の次はね、もう永遠だから、もうこのまま行きたい。ちょっと飲み物取ってこよう、パパッとちょっと行ってきます。全然集まってなかったねえ、これさ絶対さ集まらないパターンじゃないなんかすげえそんな感じするんだけど。そういえばちょっとお菓子まだ取れてない。お菓子だった、ちょっとこいつ食おう。なんかね、なんだっけ、これベビースターラーメンおつまみ激辛チキン味っていうのがあるんだよね。それをちょっと買ってみた。うん、あ、でも普通にうまい。あ、ちょっとなんかヒリヒリくる感じかな。でも全然そんな激辛こともないね。うん、集まらんマジか。やっぱこの時間だからかな。うん、この時間って言うのもさ、投稿する時間がちょっとあれだから、なんとも言えないけど。今、あれなんですよ。2時半前に撮ってるんですよ、今、夜中の。よし、来た来た来た。よし。あ、結構喉に来るな、これ実際アーマーってどうなんだろう。自分得意なのかな、ここあんまり正直わからない。よし、おっと、まずいまずい。どうしよう。うん、おお、マジか。どうした。あー、まだまだ。よし、おー、やけ、おー、やけ、やけ。いるか、ここら辺に。いないか。なんかワンチャン食れてる気がしたけど。あー、嘘足を滑らせてしまった。
あーヒリヒリするな、喉が意外と。激辛ってそういうことだったのか。オーケー。あ、待って、まずいまずい。うおー、まずか、雨フラッシュだ。結構雨フラッシュしぶといな。しぶといってか別に倒れるものじゃないからしぶといっていうのはおかしいか。普通に強いな。ちょっと一刻も早くね、経験値をね、本当にもらわないとマジで永遠行かずに終わっちゃう。そもそももう動画の冒頭でさ、終わるまでんって言っちゃってるからね、永遠行くまで。うわー、傘うざいな、本当にやばい傘が本当にうざすぎる弱体化されて当然。待って、あれ本当に弱体化されたのかな。でもそもそもさ、傘のガードがずるいよね。何が弱点されたのか正直まだ把握できてないからさ、なんとも言えんけども。でもガードがやっぱさ、弱くなったっていうのだったら納得だわ。攻撃だけだったらさすがに、下世ね、それは。うん。よし。ね、いつも通りね、武器の文句言っていくね、俺知らってね。よし。オッケー。おーっと、どうだこれ、最後の笑いがき。いやー、君が強い君が強いね。うわ、やばいな、今のところ早咲き悪いぞ。てか全然上がらねえじゃん、負けっぱなしだったら。でこれあれだよね、続けるおそれもやめてさ、抜けて入った方がいいよね。ちょっと時間かかっちゃうけど、そうしないと本当に集まんないもんね、人。これやっぱすぐ集まってくるよね。ん？なんだこれ。あ、ピーナッツ山椒味か。なんか正直まずいな。ベビースターは美味しいけど。そっか、ミステリーゾーンは変わらないんだもんね。やばいな、泡か。普通に厄介だな。あ、辛っちょっと辛くなってきた。おお、危ない、ちょっと待って、危ない、上の泡が。さすがにこれはきついな。ああ、お茶がうめえめっちゃお茶がうめえ。ただでさえ熱いから。おお、マジか。いるね、嘘だろ、まさか避けられるとは。おお、待って、なんだなんだ。よし、
うわー、大きすぎ。オッケー、危ね危ね。でもいいね、たまにはなんかこういうなんか生配信感覚の録画みたいな。ただ単に編集しなくていいというね、楽ができるだけだけど、噛んでもね、カットしなくてもいいし。でも、どうぞどうぞ、俺噛んでもカットしねえからな。いや、そこは別に正直いつもと変わらない。お、待て待て、やばい、これ今回も負けんじゃね、普通に。うわー、今は倒れないんだ、マジか。え、やばいな、本当に勝てないね。一人弱いだけでこんな違うのか。あ、俺ね、その一人。もちろん味方のせいにはしませんよ。マジか、こんなに違うもんか。確かに今思ったら、生配信の時やったのは皆さんね、視聴者の方がね、手伝ってくれたおかげで勝てたんですよ。確かに今考えたら野良でやってないもんね。うわー、ちょっと待って、めちゃくちゃすぎる。いやー、きついね、これは。普通に。いやー、待って、全然勝てないんだけど、本当に勝てない。え、待って、ちょっと正直ね、スプラトゥーンね、4ヶ月やってきて、縄張りでちょっとイラってしてるの初めてだわ、今日が。ちょっとびっくりしてる。さすがに早くさ、上がりたいからさ、そう、やばいわ、ちょっとさすがにちょっとイライラしてきた。やばい。よし、一回ちょっとやめる。コップいっぱいに入れてきたお茶がもうなくなりそうだな。ロイヤルミルクシーさんってあれか、俺のフレンドさんか。誰だっけな、 YouTube のアカウントの名前。もう名前が違いすぎて思い出せないよ。あ、でも多分、多分じゃねえな、絶対最近来てない人だろうけど。待って。あと一人のために、もしかしてまた、崩すのか？これ。え、夜中ってこんなやってないもん？スプラ。嘘をお願い、マッチして。もう時間かかるから、本当に。本当にもうね、俺ね、さ、本当ね、冒頭にね、終わりませんって言っちゃったけど、俺終わるからね、もう。本当に時間なかったら。これは俺のせいじゃないでしょ、さすがに。もう時間も時間だし。これはさすがにさ、マッチしない方が悪くない？おー、なんでもう一人来ない。なんでもう一人来ない。いやー、もう配信中というか、もう配信終わった後にすぐにもうカリスマの次の誠になるまでやればよかったな。後悔したわ、ちょっと。ここまでマッチしないと思わなかった。お願い、早くマッチしてくれ。頼む。時間の無駄だ、この時間が。いやー、こんなことになったらもうちょっと30分でも早く始めてればよかった。普通にちょっと、おー、やっと来たー。やっと来た。愚痴ってた、やっと来た。うん。おー、まだ、ちょっと待って。今 YouTube 開いて、間違えて動画押しちゃった。
よし、お願いします。ふぅ、辛くしながら、やべえ、ヒリヒリする。うん、よいしょ。で、まあ、しっかりと塗る。あー、待って、こっちに塗った。うわー、最悪。まあ、一回別に飛んでいかなくて、縄張りだしね。ここら辺にしてっか。で、ある程度溜めて。あ、こんな段差あったんだ、初めて知った。で、待って、なんかどっかさ、あー、待って、敵の中心にいる人いないかな。あ、いるいる。あ、ここら辺の人いいんじゃね。あー、クソ、やられた。まあいいや。初めて使ったこの高さから。まあ何も意味なかったけど。やべやべ、ちょっと待って待って、体力回復しないと。オッケーオッケー。おお、落ちてしまった。あ、でも今回、あー、まあ、だめだ、油断はできねえや。今普通に俺がいつも油断して負けるパターンのこと、振り振りとかだった。だいたい最速いいねって言うと悪くなるからね、この後。うん、危ねえ危ねえ、フラグが出るとかあった。あー、大丈夫かな、これは。よし、オッケー。なんかこの辺とか絶対いるよな。オッケー、あっ、船光とかあった。おお、いるねいるね。おお、ほ、まあ、よかった、俺でよかったわ、狙われたのが。いやー、今回も負けそうじゃねえ。でも言うて、なんかちょっと流れ的に。うわーおいやー、相打ちじゃダメなんだよな、一方的にちゃんと倒さないと。よいしょ。あー、これ多分負けたなこれちょっと多分負けたな、さすがにきついわ。おぉ、不吉な数字めっちゃ不吉な数字。めっちゃ、さすがにこれは負けをもうあれだよね、悟ったようなもんだよな。 44.4 は。おぉ、ここもゾロ目かい。いやー、どうしよう、全然やべ、ちまちますぎる。これはちょっとさすがに、まこと入ったらだってまた1000ぐらい貯めないといけないべ。いやー、きついな。あ、待って、続けろ、おっしゃった。大丈夫かな。ああ、よかったよかった。いや、でもあとよくねえんだよな、あと一人あと一人すぐ埋まってくれよ。この三種味のピンアンって邪魔だなめっちゃ関係ない話になっちゃうけど。あ、オッケーオッケー、すぐ来てくれた。オッケー。うん、よし、オッケー。なんか10倍来ないかなそれで勝ちたいわ。うん、来ないかよし、オッケー。
さあ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 、おお、まだで、それはまずい。おお、まだで、バブルまずい、バブルまずい。ちょっと待って待って、怖いな、めっちゃ。よし、ちょっと待って、ここでちょっと多分やられるな俺。よし、まず敵陣を塗ろう。うん、あ、嘘、まさかのインカムはやっぱなんか変な時に強いよな。変な時にバケで倒されるの。よし、ちょっと待って、バブルが怖い。よし、トーピードが本当に強いな。まあトーピードはいつも強いけど特に強いな、こういう別の縄張りの時とか。 OK、 よしよし、あぶね、味方が倒されて死んだ。敵陣のあっちの方も塗るか。あ、違うか、こっちがもう敵陣のあれなのか。お、ナイスです。お、待って、怖かったぞ今。オッケーオッケー、よしよし。よし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 、いいぞいいぞ。待って、急にこんな調子よくなることある？逆に。おお、なんかちょっとオレンジが気になるな、この辺の。黄色か。あー、嘘。いや、なんかでもなんとなく分かった、今の落ちちゃうの。だけど通ってしまう男の子の好奇心である。おお、おお、すごい、敵2体一気にやられた。よいしょ、どうだどうだ。え、これさすがに勝ったんじゃない？あ、うわ、でも待って、黄色なんか普通に多いじゃん。あ、勝つんだ。あ、なんかついこう見るとさ、なんか卵の方が多く見えるけど意外とそうでもないんだな。やっと勝った。やっと勝ったわ。キル数もまあまあさっきより上がってるし、いいじゃんいいじゃん。いや、でもそれでもこれか。いや、ちょっと先が思いやられるな。マジか。全然上がらんやんけ。今勝ったのは嬉しいけど、やっぱあれだな、10倍とかそこら辺来ないとやっぱ無理みたいだね。やっぱ上げるには。それかもうちょっと俺が塗ったりとか倒したりして貢献して、その経験値をやっぱいっぱい集めることだよね、一番は。ふぅ、ふぅ、今回早いのマッチング。うん、よし。よし、お願いします。よし、あー、ミスった、ちょっと。まあいいや、とりあえずちょっと人と収めるためにいっぱいぬりぬりしよう。しっかり転がす。おお、危ねえ。うわ、待て待て、危ねえ。それは怖いよ急に。よし、おお、待て待て待て、スパチャク使いたかったな、せめて倒される前に。
なんか喉になんか詰まってんのかな。時々さ、こうやって喋ってる時にさ、急になんか喉に突っかえたような感じで咳が出そうになったりするんだよな。絶対、まあベビースターのせいだと思うけど。ほら、今みたいに急に喉に来る。ベビースターかな。おお、危ねえ。うわー、それ大事に持ってきたかった。大丈夫か、喉に。あ、でもなんか、まだなんか喉に違和感がある。おっと。よし。普段の俺だったら今のところは勝てないよ。おー、待って、いるね、いるね。ナイス。よし。敵陣の方を塗っていく。オッケー。あぶね、味方さんナイスです。うん、オッケー、よしよし。大きい、大きい。よし。さあ。待って、敵普通にめちゃくちゃいるな。うわー、ちょっと待って。うわ、待って、一気に塗られるな、これ。やばいぞ、やばいぞ。やっぱ前半優勢ってのはあんま良くないね。なんか流れ持ってかれやすい気がする。前半優勢のチームの方が。あるあるだよね、結構。よしよし。よし、ロケ。もう、使っちゃう。どうだどうだ。もう最後これだ。もう最後これしかない。あー、さすがに厳しいね。これはさすがに負けたね。一目でわかる、これは。いやー、きつ。きつ。え、でも逆に、これで10倍マッチとか100倍マッチ来ない間にいっぱい負けておけば、10倍マッチとか来た時に、勝てる。はず。と信じてる、俺は。お、あともうちょっとで5枚いくぞ、貢献で。いや、ほんとちまちまだな。いや、これ多分ちょっと、永遠いかないかもしれないな。普通に。ガチの方で。なんか無理な気がしてきた。うん。ふぅ。お茶持ってくればよかった。
よっしゃ。はぁ、辛っ。先に言っとくわ、ちょっと多分これ永遠無理時間的にもう3時半過ぎくらいにはもう俺布団に入りたいから、今ね時間ねあれなのよ、2時50分なのよ、もう多分無理だよね、言っても誠だもんね、多分誠でもさすがに行けるはず、もう残りあれだし少ないし、負け続けたところで誠はいける。100倍マッチョがさえ来てればな、それで勝てればもう一発なんだけどな。OK、 よし、今のさすがにあれだね、簡単なあれだったね、敵の戦術だったね。うわー待って、来るの分かった。おおおお、今の落ちるさ、間際に放った際一撃が当たってやられてたらめっちゃかっこよかったんだけどな。うん、よし、よし、おお、いるねいるね。おお危ねえ、おー危ない危ない、ちょっと待って、あーダメだ、ちょっと待って、おーちょっと待って、いろいろときついこれは、今のはナイス、あれがボールドマーカーかそうだろ、2回も倒れないんだあれ、結構硬いんだな、硬いってかあれか、そもそもこれがそこまで強くないのか、よし、おお、うわーちょっと待って、きついきついきつい、いやボールの中強すぎる、さすがにこれも弱体化した方がいい、うん、どうだ、あ、無理、どうだってか絶対無理だな、これはもうこっちで攻め込まれてる時点でアウト、うん、案の定だね30% もギリギリいってないっていう、まあ、でも正直これは俺は貢献してるはずだから、これはあれだね、俺のせいじゃないね、うん、そう言い切れるいや正直こんなちまちまだと思わなかったわ、ちょっと言わなきゃよかったあんなに言い切れなきゃよかったわ、永遠に行くまで終わりませんなんて、ちょっとやめよう、あれだね、誠行ったら、誠行ってどこまで行けるかにしようか、とりあえずちょっと今更だけど、おお早いな、マッチングするの、でもお茶取り行こうと思った瞬間に集まった、うん、よし、おお、デボンか、最悪だなここ、そっかデボンか、もう一つは、あー待って待って、コモンしちゃった、
はあ、おーっと、あーしかも最悪雨降らしが、今のも正直死を誘った。禁止からの雨降らしはさすがに死、あれは。よし、あ、これ敵か。よかった逃さなくて。今の目の前の敵も正直やれたな今の。今のスプラッシュボムさせなかったか。オッケーオッケー、一人でも大きい。いやでもできればね、今の3人まとめて倒したかったな、横振りで。よし、おーっとおっとおっと、ダメか。いや今のもうちょっと、でもあれだよね、死ぬ前に一発振っとけば多分やられてたよねこの人。そう思うと悔しい。うん、よし、おお来たて。あーなんか微妙だな。でも、さすがに多分敵の方が多分塗ってるから、これは。よし。うわー、ダメだ。もうダメだ。今の届かなかったら全然ダメだ。ナイス。いやー、きついな。多分これも負けたな。やばい、待って、俺勝ってる勝負何個ある逆に今。1個、1個かな、 2個ぐらいかしかないよね多分。逆に何戦やったか忘れたけど、多分でも2個ぐらいしかないよね。やばい、本当に地道すぎる。え、これさ、ちょっと減らしたらさ、ワンチャンこれ誠もちょっと怪しいんじゃねえかマジで。気のせいか、さすがにそこまでねえか。ちょっとお茶取りときます。あぶな。ちょうど戻ってきた瞬間に始まるっていう。あぶね、よかったよかった。うん、よし、よし、お、まだで、マジかマジか、まだマジか、セーフセーフセーフ。おー、ダブルカーリングが強いぞ。待って、今2発あったよね俺。それで倒せないってさ、なかなかじゃない？あれか、俺には知らないまだ世界があるのか。そういうなんか、なんだっけ、ギアみたいなのがつけるとなんか防御力上がったりとかするのかな多分。
おなんだ俺は何で倒したんだ全然わかんなかったけど。あー使って、あーダメだいいや使って、よし、おーあ、雪じゃねえか、よし、オッケー、おー待って待って、きつい、今のはきつい、よし、おっと、あーやばい、うん、ダメだね、ほんと、あのさ、1キルした後のさ、その1キルした後にまたすぐ手が来た時の対処が全然追いつけてないわ。てかやば、めっちゃ狙われてるよ。これもまた負けパターンじゃん。もうここまで来てね、勝った試しがないんだよね。ガチマでもそうだけど。あ、ダメだ、近づく。オッケーオッケー、よし。うわー、無理だね。まあ、これはもう無理だ。いやー、きつい。これは普通にきつい。もうスケジュールが変更された、うん、めっちゃこれだと雑草マーケットはいいね、あ、なんかタンツボさんって聞いたことあるな、まだタンツボさん、でも多分この人は最近来てる人じゃないんだよな、タンツボさんは。でも名前はなんか覚えてる、すげえバイマッチ勝ったのか、もう10倍ね、あ、出た、また時間無駄パターンや、これだるいんだけどマジで、
やっときた。オッケーオッケー。はい。うわマジか、ああ当たんないね。お、少ねえバブル。オッケー。黄色も見えやな。オッケーオッケー。ああ待って、また来てる。危ねえ。うえ、嘘でしょ。よくわかったな。よし、しっかりと塗りまくる。よし、オッケー。ええー、嘘。落ち葉シューター。はあ、オッケー。おお、あ、嘘でしょー。まさかの。よし、オッケー。オッケーです。オッケーです。うわー出た、インカーマ。おお、どうだろう。でもこれ結構割と頑張ったはず。うわーダメだ、全然ダメだ。もう色の割合見て絶望した。なるほど、周りが塗ってねえのか、結局。なるほどな。全然今日勝てないじゃん。やっぱ味方が違うだけでこんな違うんだな。でもほんとびっくりする。ちょっと待って、これどうしよう。誠すら怪しいんだけど、これ時間的に抹茶は遅いし。ああ、待ち、また続けろ、おっしゃった。まあ、いいか。待ち早かったし。ふぅ。よー、まさかの鶏同士、最悪。全然、なんかモチベ上がんない、楽しくない、これは。
え、てかさ、え、そんなに少ない？絶対いるよね、これ。どのサーバー探せばさ。まあ、いないから当たってんのか。よし。あ、ほんとモチベ上がんねえな。なんか、ちゃんと敵が卵じゃないと。うおー、当たんないか。ちょっと待って、俺、スクイクイってみようかな、てか。なんか、ずっと、モチベキの裏で行っちゃったけど。結構、そうしたら世界観変わるかもしれないな、普通に。フェソルずっとの裏だったもんな、配信も。よし。みんなってかどうやってマルチミサイル避けてる？そのなんか参考にしたいんだよね、皆さんの。どういう避け方をしてるのか。まあどういう避け方っていうか、多分そこまでさ、そんな細かいその動作はないと思うけどさ。こういう風に避けた方が戦術的にはいいと思うみたいな感じのをちょっと教えてほしい。よし。ちょっと塗られすぎだよね、これはさすがに。おお、びっくりした。よし。おお、やばい。うわぁ、結構きついな。スパッタリークリアか。うわぁ、待って、全然相手の方が多いじゃん。おぉ、あ、よかった、さすがにそうだよね。これで相手もなかったらさすがに、あの、運営訴える、これは。あぶね、よかったよかった。俺、よくはねえんだけどな。全然チームは勝てないんだ。あー、これ。また同じ人か。おー、ナイスナイスナイス。今のは正直たまたまだけど。全然いたの気がつかなかったし。オッケーオッケー、よし。おー、まさか。おー、まさか、やばいやばい。きついな、結構。全然ダメだね。待って、もう3時15分なんだけど、やばいやばい。これちょっと誠もいけねえぞ、このままじゃ。お前これ、しかもこれ全員相手永遠じゃん、今見たら。うわぁ、ちょっと待って、これ萎える、さすがに。やばい。あー、待って、また続けろしちゃった。また同じ味方かな。まあ、ヤージーって人は絶対同じだ。この人たちあれか、友達同士かな。そんなの中の俺が割り込んでるって感じなのかな、多分。ふん。ほんと、なんかね、配信の時にね、ノラマジで安定しねって言ってた人いたんだけど、マジでその通りだわ。ほんとに安定しね。もちろん自分の弱さも俺だから自分の弱さっていうのもあるんだけど、さすがにちょっとこれ安定しなさすぎる。塗ってくれないんだもん。肝心な時に。あ、一人変わったか、これ。ちょっとあんまり細かく覚えてなかった感じだけど。スーパーニワトリガールのさ、ニワトリの部分が肉鳥に見えた一瞬。あ、お願いします。オッケーオッケー。ちゃんと卵来たね。
お、10倍マッチきた。オッケーオッケー。いやー、でも待って、でもな、今の流れでさ、これ勝てねえんだよな、正直。勝てる気がしない。え、正直さ、塗りのさ、割合で勝てればいいんだぜ。だったら、ちょっと正直あれかな。正味敵の方行かないでさ、もう塗りに徹しよう、俺。ちょっとこれはさすがに。気力切るしたところで、周りが言ってくれなきゃ何もならないからね。よし、よし、OK、よし。おー、ナイス。え、多分これ方は多分誠いくかな。一発で。どうだろう。自分の貢献度にもよるとは思うけど。多分でもいくよな。おーって。よいしょ。よし、よし、とりあえずせき止める。こっちに来なさない。よし。あ、でも敵も同じこと考えてんだろうな。でもよいしょ。お、待て、うわ、今当たったのはちょっと痛すぎる。ロボモンも言うて結構強いからね。なんか、なんだかんだ言って。オッケーオッケー、よしよし。これはちょっとガチで塗りに行かないとやばいね。本当に勝てなかった時が痛い。よし、とりあえず溜まった。おお、おお、でもカーリングがなんとかしてくれる。ここはちょっとだけだけど。あ、でもいい流れ、いい流れなんだけど、ちょっと油断できない。ここから全然逆転されるからね、本当に。とりあえずこっち側ちょっとルンバ君に任せて。あ、やばいな、全然ちょっとやばいかもしれない、これは普通に。あー、待って、これなんかさ、ちょっと嫌な感がするわ。あ、なー、あん、大丈夫そうかな。オッケー、よかった。あ、全然大丈夫じゃん、パーセント見たら。なんだなんだ、よかったよかった。ちょっと心配して損した。よかったよかった。あー、これ勝ったの大きいぞ。おお、来た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 。あー、取り損ねた。うおー、あ、全然上がらねえわ。なんだ。ちょっとそこはがっかりしたわ。ちょっと一回抜けよう。ダメだ、同じメンバーすぎる。いや、でも勝ったの大きいな、マジで。これはもうとりあえず誠にまでは上がりたいね。ちょっと一回さすがに。うん、負けた時20ぐらいだったっけ、もらえた経験値。だとしたら、西が8だから、西が、2、3が6。まあ4回、負けても4戦すればね、4戦とも全部負けてもね、もう上がるか。とりあえずは。あ、さっきのやつだ。取っとこう、一応。100倍マッチっての来てほしいな。なんか1回でいいから相当一気にもらえるんだろうな。
はい、お願いします。お、なんか大沢っていう人が2人いるからワンちゃん兄弟かな、兄弟か親子、まあもう多分親子か兄弟。よし、まあ何も来なかったから普通に軽々とやりますか、気楽に行きましょう。よし、おお、びっくりした。おい、今の正直負け案件だったけど全然すね、勝てたの嬉しいよ。おーわー、インクの、これはインク負けだ、さすがに。おお、あ、待って、さっきさ、スピークルせとか言ってさ、スピークルしてなかったな、そういえば。ずっとローラーで行ってた。よし、OK。オッケー、よし、もうこれ以上濡らせない、ここは。え、今当たんないの？嘘だろ、マジか、今の普通にやばいって。オッケー、よし。あ、待って、ちょっと最後にさ、スパチャク使いてよ。あー、待って、嘘だろ、もうやだ、嫌になる今のは。普通に嫌になる。いや、今のは嫌になる。どうだどうだ、これは、これはどうだ。あ、勝つんか。勝つんだ、よかったよかった、それならよかったわ。うん、よしよしよし。あれ、勝った時どれくらいもらえるんだっけ、逆に。よし、おお、うっそだー、あと1だと。マジかよ。まあ、いや、どうせも、あ、でも、次負けても勝ってもどうせ上がるからいいや。気持ちが楽だ。よし、じゃあ次でラストにしよっか。いや、ちょっとな、なんだ、永遠ちょっと、正直永遠いけると思っちゃってたから、ちょっと結構ショックだわ、正直。まあ、でも誠に切れば十分だろ。普通の録画で1時間以上撮るやつ、撮るの久しぶりだな。久しぶりってか初めてか。画面録画だったらあるけど初めてかな、普通にこうやって直で撮るやつは。うん、よっしゃ、頑張るぜよ。あー、スクイーク、まあいいや、もういいや、ここもどうでもいいや、ここまで来たらもういいや。よっしゃ、最後ムツゴロウ、よかったよかった。
よっしゃ、じゃあラストやっていきましょう。ラスト勝ちたいね、勝って終わりたいね、せめて。上がるとは言うても。うん。よし。あ、嘘。ちょっと待って、インク最悪だって。ちょっと待って、マジかよ、今のインクうぜえんだけど。おい、インクマジかよ。え、でも今のはさ、もうちょっとカンリングのさ、インク減らせる、さすがに減らした方がいいと思うんだよね、正直。前からずっと思ったけど、さすがに減りすぎじゃない？大してそんな強くないカーリング。まあ使えば強いけどさ、うまく。よいしょ。おお、うわお、まさかの、うん、貫かれる、打ち抜かれるか、貫かれる。めちゃくちゃ日本語しなかった。よし。うん。オッケー、危ねえ。あ、待って、嘘。あ、でも当たってくれた。うわー、ちょっと今の、あ、でもこれは仕方ないね。それは2対1はさすがに卑怯。嘘、なんでなんで？今はさすがにたまたまだね、こいつ。さすがにいくらなんでも、後ろについていってると思ったらさすがに場所わかんないよ。今はさすがにたまたまだな。オーナイス、よし、オッケー。よし、最後塗って、スパージャック使ってもらおう。ここら辺にいっか。よいしょ、オッケー。さすがに負けたかな、これは。ちょっと黄色のが割合多いと思う。あ、まあ、ちょうど3時半ぐらいだ。3時半の1分ぐらい前だけど。まあでもこれでも上がるしね。いやー、まさか、まことまでしていかないと。あ、え？あれ？ちょっと待って。え？あれ待って、俺さ、まことがあるって聞いたんだけどさ、まことってさ、あれ？まこと俺そう通り過ぎた？もしかして。え、ちょっと待って、あ、まだ待って。あれ？ちょっと待って。あれ？俺、今永遠だったよね。あれ？ちょっと待って、俺さ、あれ？俺誠飛ばした？なんか俺永遠になったんだけど。え、俺さ、じゃあこの1時間のさ動画撮ってる中でめちゃくちゃバカな発言してたじゃん。誠までか誠までかって言って、永遠無理だな、クソ、なんで地道に上がっめちゃくちゃじゃんとか言ってさ。え、ちょっと今逆に喜べないんだけど、喜びを失いすぎた、さすがに。マジか。え、ちょっとどうしよう。最悪。え、まあいいんだけど、すごい嬉しいんだよ、永遠行くのは。ちょっとさすがに、ねえ。まあいいか。あ、でもよかったよかった。じゃあ動画的にはちゃんと完成だ。よかった。永遠やっと行った。やっととか全然そのやっとっていうほどの苦労でもなかったな。こう考えると。まあいいや、とりあえず永遠やっていきました。
というわけでここでね終わりにします。皆様ねチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは失礼いたします。バイ。